はい、皆さん、こんにちは。熊谷康政です。このチャンネルでは、ジャズレジェンドのパークリネタを僕なりの解釈でシェアしております。よろしかったら、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さあ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 、マルグリューミラーのディミニッシュ。今日で8回目ですね、もうね。残すところ、あと2回となりましたけど、今日のは、これは第2回にやったパターンをただ上から降りてくるっていうだけのことなんで、まあ簡単といえば簡単なんですけど、やっぱ結構は上がっていくのと下がっていくので印象違うかなっていう気もするんで、まあ上がるのやったら下がるのやりゃいいっていうことでもありますね。パターンを2倍にするという、そんなシンプルな作業なんですけど、けどこれ自体が結構難しいんで、今もちょっと練習してみたんですけどパッと出てこなくて、結構やらないと弾けないかなって感じはあります。それでは行ってみたいと思います。どうぞ。はい、ということで、ディミニッシュなんですけど、第2回にやったのが、ルートに対してヨドシャープ増ヨドのマイナー、 C に対して F マイナー、 F シャープか、 F シャープマイナーの展開系、 Eフラットに対して A マイナー、増ヨドで A ですね、 A のマイナーってのを前やったんですけど、こっちも意味ないや。これをただ下がってくるだけなんですけど、これはとりあえずシャープ9から入ってますね。E フラットに対して A マイナー、C に対して F シャープマイナー、A に対して E フラットマイナー、F シャープに対して C マイナーですね。難しいやっぱ。まあこれだけなんですけど、やっぱ僕この今毎日ディミニッシュのやつ動画上げてみて、自分なりのやり方としてはなんかもう手の形で弾いちゃいますね。とっさに出ないですね。 E フラット来た A マイナー、 C 来た F シャープマイナーって、この1、2秒あればパッと出るんですけど、やっぱりとっさにこのもう次行ってるじゃないですか、もう弾いてる間に。ここ行ってもここ弾いた時に F シャープとかパッとは出てこないですね。これを弾くにはやっぱりもう手の形でこれだなと思ったら、なんとなくですね、ここはヨド空いてるよと、ここ半音だよと、ここが単3度だよっていうのをなんとなくこうぼーっと自分の中に入れてで弾くかな。多分皆さんどうやってやったらいいか、やっぱ自分なりのやり方がやりやすいのがあると思うんで、編み出してみてくださいっていう感じなんですけど、ということですね、今日は。それでは、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。皆さん、チャンネル登録よろしく。さあ